東出昌宏は不倫離婚を乗り越え再婚、20から40代既婚女性、負が浮気その時する行動、第4位以下。アンズと結婚していた2020年に映画で共演したカラタエリカとの3年不倫が発覚して離婚した東出昌宏が8月27日公開の YouTube チャンネルで俳優の後輩として知り合った女性と再婚することを秋化した。 お相手は今は一般女性で、冬か初春には子供が生まれるため、連作はして欲しくない、と語った。不倫発覚時は、アンズとの間に3人の子供もいたため、世間から猛バッシングを受けた東で。今回の再婚に、ネット上では賛否の声が上がっていた。不倫は身を滅ぼす行為だが、東で以降も芸能人の不倫ニュースは多かった。 一般の人でも、既婚者なのに出会い系アプリに登録している人が少なくないという話もある。そこで今回は20から40代の既婚女性100人に、夫が怪しい行動をしていたらどうするか、リサーチ、浮気が事実だったらどうするか、についても聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート調べ。第8位は、探偵沖野部女など専門家に調べてもらう。 自分では調べるにしても限界があるため、プロに依頼するという声があった。証拠をつかんでから、いろいろ準備して離婚する、44歳、女性、主婦。調べて即離婚、36歳、女性、総務、人事、事務。第7位は、夫と共通の友人一人に相談する。夫の友人や知人が顔見知りなら、 夫に直接聞かずに友人知人に不安を打ち明けて相談に乗ってもらうのも一つの手だ。最近の様子を聞いたり、間接的に聞いてもらうこともできそう。しかし、友人だと夫側ということもあるので人選が重要になりそうだ。結果的には離婚する46歳、女性総務人事。事実なら別れる49歳、女性主婦。 第6位は、泳がせる。すぐにどうこうせず、生還するという人たちもいた。今は離婚する気がないので、見て見ぬふりをする、35歳、女性、パートアルバイト。別に気にしない。家計に影響を出さずに楽しくやっているのであればいい。それによって気持ちや関係が悪化したりもしないです。すでに男女の中ではなく家族だから。 47歳、女性主婦。特に何もせず見守ります。浮気が発覚したら問いただします。34歳、女性主婦。好きにさせる。自由にさせる。31歳、女性事務職第5位は、夫のお金の使い方を調べる。最近は電子マネーなどキャッシュレスが主流だが、普段から夫婦で情報共有していれば、明細などを調べると、 死と不明な内容を発見できそう。お財布を分けていても、領収書やレシートなどを調べると何か出てくるかもしれない。最後は愛されている人と一緒に老後を過ごしたいと思っているので別れます。別れて、もっと自分のことを好きになってくれる人と再婚します。41歳、女性主婦。世間体があるので同居人として生活をする。それに伴い、 私が誰とどこに行こうが勝手にさせてもらう46歳女性。総務、人事、事務。まずは私たち家族を裏切る行動をすべて話してもらう。その次にどういった気持ちで、そういう行動に至ったのか言い訳を置く。あくまでも静かに話を聞く。その結果、解決策を考えさせて、的外れなものであれば、さようなら。医者料。 持ち家のローン、養育費を請求、不倫相手にも慰謝料を請求し、実家に帰る、30歳、女性、専門職。自分も浮気する、46歳、女性、パートアルバイト。裏付けを取って離婚、41歳、女性、主婦。第4位は、夫の持ち物チェック。急におしゃれをし始めたり、見慣れないものを持ち始めたなど。 怪しい動きは浮気の兆候かも。相手からのプレゼントなどもあるかもしれないので、夫の持ち物を注意深くチェックするのも浮気防止になりそうだ。子供もいるので本人と話し合いをして、内容によって結婚生活を維持をするか離婚するかを考える。39歳、女性、主婦。少しずつ証拠を集めて、ある程度目処がついたら離婚する。十七歳、女性。 主婦。義理の家族を巻き込んで問いただす38歳女性主婦。少し様子を伺う。そして少しずつ証拠を集めてから夫からも相手からも慰謝料をもらって離婚する46歳女性主婦。話し合いをするが絶対許せないと思う43歳女性主婦。離婚したり様子を見る42歳女性主婦。 相手と別れさせる33歳女性事務職